カンバーバッチが今度はエジソンに。 Trust you brought your checkbooks. One square mile of Manhattan, and I'm gonna light it up.はい、この映画で一つもう一つ気になるところは列車が非常に多く登場するところです。ウェスティングハウスはブレーキの会社を起こしているところでして、列車が止まるシーンとか、あるいは列車が通過するシーン、止まる止まらないというのが、まあ、よく表現されている映画だなと思います。エジソンは止まらない人というところもイメージしているところだと思います。奥さんが回想というか新婚生活とかなんかを回想するシーンとかでエジソンのことを何と言ったかというと、決してエジソンは止まらない、もう常に考えてどんどん先に行く人という表現をしています。また電気椅子を使って処刑をしようとするような人たちが出てくるんですが、その時に走り続けているエジソンが乗っている列車が止まるというシーンがあるんです。止まる、ストップする、まあ、そういうところもエジソンの考えとかエジソン自身の心情とかをよく表している。そういう意味では列車にも注目していただくとなかなか、面白いのかなというふうに思います。 Man that controls that current controls that future. 3, 2, 1. 未来を照らすのは誰だ。エジソンズゲーム。